思ったのと違うってところになりがちなんですね。クローズ外交で絶対にやっちゃいけないことっていうテーマの話をしていきますので、しっかりと最後まで見ていってください。どうも、みやです。本日はクローズ外交で絶対にやってはいけないこと5選というテーマでお話をしていきたいと思います。この動画ですね、前回オープン外交でやっちゃいけないっていうテーマがね、すごく好評でしたので、オープンだけじゃなくてクローズを知りたいという方も中にいるはずなので、今度はクローズ版の外交を撮っていきたいと思います。なのでこの動画はですね、オープン外交じゃなくてクローズ外交を検討している皆さん、もしくはクローズ外交ちょっと興味あるな、チャレンジしてみたいとか計画を考えてますっていう方、皆さんに見てほしい動画となっております。それではね、早速行ってみたいと思います。まずね、皆さん、クローズ外交ってそもそも何かご存知でしょうか？オープン外交は反対なんですけど、クローズ外交っていうのはフェンスとかで囲われた外交のことを言います。なので、入り口に関しては扉があったりとか、家周りに関しては誰も入れないようにフェンスとかしてあって中が見えなかった。駐車場に関してはシャッターがあったりとか、ゲートがあったりして、容易に誰でも簡単に入ってこれない状態をクローズ外交と言ってます。オープン外交って何かというと逆なので、開放的で誰でも簡単に入れる状態をオープン外交と言うんですけど、なので、クローズ外交はそもそも予算が700万とか800万とか、それくらい行く人が多いんですけれども、結構人気ではあります。ますので、気になっている方も多いと思います。なので今回クローズ外交で絶対にやっちゃいけないことっていうテーマでお話をしていきますので、しっかりと最後まで見ていってください。まず1戦目、モンピのデザインです。クローズ外交にしたい方で、皆さんモンピは必須アイテムなのかなと思ってます。モンピがないとそもそも誰でも自由に出入りできちゃうので、これはおかしいじゃないですか。皆さんもここの場合はクローズにして門扉を設置すると思います。門扉もたくさん種類あるんですよ。そうなった時に何を選べばいいのか迷いませんか？結論、これはねテーマによるのかなと思います。クローズ外交の中でも完全に目隠し、見えたくないっていう方も一定数いますし、反対にクローズだからこそ門扉ぐらいはちょっと中が見えるぐらいがいいっていう人もいるんですね。その考え方でいいのかなと思います。まず門扉の種類なんですけど、基本的には完全目隠しのタイプだったりとか、鋳物調で中が見えるような門扉もありますし、電子錠っていうのもあったりします。電子錠って何かというと、室内とかでインターホンみたいなイメージで中から操作をするとロックが解除されて扉が、オートロックみたいなものがあるんですけれども、そういった電子錠っていうのもあったりします。まずですよ、ここの計画の上で絶対にやっちゃいけないのが、特に考えず適当に門扉を選んじゃうっていうところ。これあるあるなんですけど、意外と皆さん門扉って気にしなくて、何がいいか分かんないから取り付けようぐらいの感覚の人が多いんですね。それじゃいけなくて、どういうことかというと、さっきも言った思ったのと違うってところになりがちなんですね。どういうことかというと、クローズにしたいってことは完全に目隠しをしたいって思ってるのに、門扉がスカスカなものをつけちゃうと中が見えちゃうんですよ。これはもったいないので、そうじゃなくて全部クローズにしたいならちゃんとね目隠しした門扉を選んでもらう。このあたりも大事になってきます。他にデザインの話にはなるんですけれども、例えばですよ、木目調で統一してるのであれば門扉も木目調にするとか、反対にアルミカラーのカーポート、ブラックとか、フェンスとかも黒でついてるのであれば、モンピも黒とかシルバー、そういった色合いでコーディネートをしてあげる。ここだけ木目調っていうのをね、わざわざそのことする必要ないのかなと思いますので、こういった使い方も大事だったりします。それでモンピね、意外とね、おろそかにしがちなんですけれども、このあたりも考えておいてほしいポイントです。他にもスライドモンピって、ヒドみたいなモンピもありますので、もしね、開け閉めする押し戸、引き戸みたいなモンピが言えなかったければ、こういうスライドモンピ選んでいただければ、意外とね、使い勝手も良かったりしますので、実はね、こういったものもあるんですよっていうのを覚えておいてください。なので結論、モンピのデザイン、種類っていうのはしっかり選びましょう。僕の個人的にせっかくクローズにするならば、モンピもスカスカじゃなくてクローズのものをお勧めしております。なのでこのあたりを選んでみてください。続いて2戦目、アップゲートの手動にする。これもね、絶対やめてほしいですよ。アップゲートって皆さんご存知ですか？まず車の前のゲートの話なんですけど、シャッターゲートっていうもの1個あります。2つ目が数年前から出てきたんですけど、開閉式の上に上がるようなゲートがあるんですよ。これが安価なんで割と使われがちです。費用としては5、60万ぐらいで設置できるものが多いですね。このアップゲート、基本的には電動と手動があります。で、手動は選ばないでっていうところですね。やはり電動で車にリモコンを置いておけばそこで操作できるんですよ。開閉っていうことができますので、まず仕事に行きますよっていう時は車に乗った状態でエンジンをかけてリモコンを押せば開けてくれます。出ながらまたリモコンを押せば閉じてくれるんですよ。これ反対に皆さんイメージしてほしいんですけど、電動じゃなければ自分で手で開けなきゃいけないんです。毎朝一回出ます、また閉めます、車で職場まで行くっていう流れですね。帰ってきてまた手で開けなきゃいけない、これめちゃくちゃ大変です。これやろうと思うと開けっぱなしになっていくことが多くなっちゃうんですよ。めんどくさくて、これはもったいないですよっていう話です。電動にすることによって確かに費用は10万から20万近く上がっちゃうかもしれないんですけど、それでもやっぱり後から電動にしてってこともできないんですよ。なるとまたね全部付け替えってなっちゃうんで、費用対効果悪すぎますよね。また50万60万かけなきゃいけなくなっちゃいます。なので必ず最初に電動のものをつけてほしいなと思っております。電動を設置すれば切り替えモードで手動に変えることはできるんです。
ですよ。手動で窓下開けたいっていうことがね、あれば手動モードに切り替えれば手動で開けることもできますので、電動の仕様を購入するのをお勧めします。ただ手動の方は選ばない方がいいです。絶対に過去に数回手動つけたことがあります。手動でいいって言われたんで、お客さんの方からいろいろリスクを話した上でつけたんですけど、結構大変そうな話を聞きますので、であれば僕はね電動一択なのかなと思ってますので、皆さんにアップゲートに関しては絶対に電動選ぶようにしてください。もうちょっと話をずれると、昔ながらガラガラーって開ける伸縮モードありますよね。これに関しては電動も手動もないです。もしこれをねつけたいという方は手動しかないので覚えておいてください。費用感としてはこのね伸縮モードが一番安いです。次にアップゲート、次にシャッターゲートっていう内容になります。シャッターゲートに関してはガラガラガラーって上に上がっていくようなシャッターのことを言います。これは基本的に電動しかないです。ゲート系に関しては手動だとずっと大変な思いをしますし、だんだん面倒くさくなってやらなくなっちゃいます。これはもったいないのでお勧めしないということを覚えておいてください。なので皆さんもね、手動電動選べるのであれば必ず電動の方をチョイスしてください。3点目、シャッターのサイズ選びです。皆さんクローズ外交の方は結構シャッターゲートとかに憧れてる人も多いと思うんですけれども、シャッターってサイズ選びすごく重要です。どういうことかというと、シャッターっていうのは立体物で枠組みがあるんですね。この枠組みを狭いものをチョイスしてしまうと、例えば間口5100と5600があった場合です。普通の駐車場5メートルなら大丈夫だと思ってそれぐらいの寸法を取る方もいるんですけれども、普通の駐車場っていうのは立体物柱とかないから出入りがしやすいんですね。でもシャッターゲートとか選ぶ方に関して言うと、両端が道路付近のところに2本立って、そこで 5.1 とかだとちょっと狭く感じたりもするんですね。なので 5.6 とかワンサイズ大きい、なるべくゆとりを持ったサイズ設計もいいかなと思います。このサイズ設計を間違えちゃうと、シャッターゲートなんて200万とかそれぐらい費用がかかってきちゃうんですね。でもそもそも1回つけたら買いようがないじゃないですか。なので後悔するしかないっていうオチになっちゃうので、5100、5600とかサイズ選びができる時に関してはなるべく大きめのサイズを選んでもらった方がいいのかなと思います。なので僕もリクシルさんでもサンキューアナミさんでもシャッターゲートあるんですけれども、チョイスする時は必ず一番大きいサイズを選ぶようにしてます。当然2台止めるのに3台用を選ぶとか、そんな大げさな話はしなくて、2台用が欲しいのであれば2台用の中で一番大きいサイズを選ぶ、残ったスペースで他の門柱とか考えていくっていうイメージです。そうすることによって駐車スペースはストレスなく使いこなすことができますので、正直ね、この5600でも柱とかってシャッターがあるとちょっと狭く感じたりもするんで、なるべく大きめを選んでほしいなと思います。クローズ外交あるあるなんですけども、シャッターゲートとかもそうだし、アップゲートとかもそうなんですけども、こういったゲート選びとか柱が来るものに関しては必ずねゆとりを持って大きめのサイズを選ぶことをお勧めします。続いて4点目、フェンスの選定です。皆さんフェンスの選び方は気にされてますか？どういう基準で選んでますか？ここなんですけど、フェンスも漠然と選びがちなんですよ。とりあえず木目調にしとこうかなとか、とりあえずアルミ調にしとこうかな、それぐらいの考えの人が多いんですけど、このフェンスの選定はクローズ外交によってすごく重要な要素となります。やはり一部ね安価なフェンスがありますので、こういったものでいいやと思いがちなんですね。例えばリクシルでハイサーマーとか、サンケルミさんでいうスーパーハヤカーとか、この辺はお値打ちで安価です。ただやっぱりね、外から丸見えのフェンスなんですよ。クローズ外交にするってことは見られたくないっていう方が多いので、であればちゃんと目隠しフェンスを選んでほしいです。ここでもポイントなんですね。目隠しフェンスでお値打ちなのがリクシの YS3 型とか結構おすすめです。ただ隙間が1センチぐらいあるんですよ。この隙間が嫌っていう方も中にいますので、完全にクローズで外が見れたくないっていう方に関しては YL3 型とか、完全に隠れてるルーバータイプのフェンスとか選んでもらうのをおすすめします。そっちの方が完全に隙間がない分、外からの目線が見えないのでストレスにならないっていう人も中にいます。もしくはちょっとぐらい見えてないと防犯的に不安っていう方もいますので、そこはね正解のない話にはなりますので、皆さんこのあたりはどっちにするか個人個人決めていただく必要があるかなと思います。フェンスですね、ほんと種類が多いし、何選んだりか分かんないと思うんですけども、木目もそうだし、アルミ調のフェンスでもそうだし、メタル調でも何でもいいんですけども、隙間とか意外とも見てない部分がたくさんありますので、デザインで値段だけ見がちなんですけど、隙間があっていいのかない方がいいのか、高さとかね、このあたりが実はフェンス選びにとって重要なポイントになるのかなと思ってますので、ぜひ覚えておいてほしいなと思います。続いて5点目、オープンな計画にすることです。これ当たり前の話ですね。クローズ外交を選ぶので、オープン外交みたいにオープンにした意味がないので、ここも覚えておいてほしいです。たまに打ち合わせの流れで言われる言葉ではあるんですけども、もうちょっとやっぱり予算削減したいんで、駐車場の前のこのシャッターなくしていいですかみたいな話になると、そもそもそれクローズ外交じゃなくなっちゃうっていうところがあって、中途半端な変な感じになっちゃうんですね。そうするとまたセミクローズとかそういう話にはなっちゃうので、もしクローズ外交を検討している方であれば、せめてアップゲートとかモンピアつけるとか、そういった形でまずちゃんと囲われた空間を作らないと意味がないです。なのでクローズ外交を求めるのであれば、ゲートをつけるとか、モンピアをつけるとか、塀で囲う、フェンスで囲うみたいなところは最低限やっておかないといけません。その上でクローズにするのであれば、ちゃんとね中の防犯カメラを設定してセキュリティを高める、このあたりが必須の内容となりますので、予算削減の方に頭が行きがちなんですよ。なぜかというとクローズ外交費用高いんですよ。だいたい700万800万とかそれ以上かかる人が多いです。なのでとにかくそこに走りがちなんですけど、ちゃんとね仕組みとしてシステムとして囲われたところはベースとして残しながら、オープンにできる
ていうところに関してオープンしてもいいんですけど、そうやって意味がなくなっちゃうんで、なるべくね、もしそういった発想からでは、門扉だけガス化とかの形にして、中が見えるようにするとか、フェンスもね、正面だけデザイン変えてあげるとか、そういう風に商品の選定を加えることによって、透け感とか中を見せる工夫ができますので、門をなくすみたいな発想はやめてほしいなと思います。そうすると、中途半端なクローズ外交になっちゃうので、それをやめてほしいです。結論ですね、まとめると、中途半端なオープンを組み合わせは絶対に NG です。クローズの機能は最低限持たしつつ、コストを削減できるようにアイテム選定を選ぶようにしましょうというところです。例えば目隠し面していると、さっき言った YL3 型を選定しているのであれば YS3 型とか、ちょっとグレードを落としてないけどもうちょっとコストのいいものに切り替え、そういった形でクローズは意識しつつ変化をつけていくのが大事なポイントかなと思います。そうすると見た目は変えずに予算だけ削減することができますので、このあたりも覚えておいてほしいなと思います。せっかくなんで、ここでね、実例を交えながら、クローズ外交の特徴とかも紹介できたらなと思いますので、実例も紹介していきたいと思います。はい、ではね、こちらの現場を実例で紹介していきたいと思います。ちょっとわかりやすいんでよく紹介しちゃうんですけど、まさにクローズ外交とこんな感じの現場を指します。シャッターゲートありますので、ここ2台分ですね、ついてます。電動なので当然リモコンボタンを押すと、このシャッターが全部上がりますので、中2台分駐車できるスペースがあります。特にはカーポート2台用が設置してありますので、雨の日でも濡れずにね、乗り入れすることができています。こんな形で、門扉とか、門中もちゃんと隣につけて、ファサード部分も意識しております。門扉もこんな感じです。木目調を今回は採用してるんですけれども、他でね、木目調を使ってますので、そことなんとなく色合いが合うようにちょっと濃いめの木目調を使ってます。クローズなんですけれども、完全に目隠しじゃないっていうのはさっき言ったこういう形でちょっと隙間があるんですね。これぐらいあっても気にならないっていう方は、ちょっとでも隙間あった方が中が見えますので良かったりします。でも対抗があって完全に目隠しなので嫌っていう方もいますので、そういった方には隙間もないタイプの門扉もありますので、そのあたりを選んでみてください。クローズの特徴としてさっき言ったシャッターがあって、ちゃんと扉がありますので、誰でも簡単に入ってくることができないです。なので入ってもこのインターホンを表札までが侵入できる経路となりますので、ここで絶対インターホンをしますので、ご自宅の方は出てきて門扉まで対応すればいいのかなというところになります。クローズ外交は本当こんな感じです。アップゲートとかシャッターゲートとかあって門扉で囲われている、これをクローズ外交と言いますので、この感じを皆さん守っていただけたら、まとまりのある綺麗なクローズ外交になるんじゃないかなと思います。特にクローズ外交でオープン外交と違った注意点があって、シャッターを全面につけちゃうとお客さんとかが入りづらい感じにはなっちゃいますので、予備駐車場みたいな形で道路から少しでもスペースがあった方が、お客さんとかも玄関の前とかシャッターの前に駐車することができますので、予備の駐車場とかね、意外と見落としがちなんですけれども、これでも意識していただいた方が、何かあった時とか急な来客の対応ができたりしますので、ぜひね、参考にしてみてください。クローズなので中がそんな簡単に見えないようにするために、シャッターの横の部分も壁とかで使って囲っているイメージになります。壁とかないと丸見えじゃないですか。ってなるとオープン外交みたいな感じで違和感が出ちゃうので、クローズの場合はこういう風に目隠しも兼ねて囲ってあげて、誰でも入れない空間を作るのがすごく大事な要素となります。ということで、大体皆さんクローズ外交の定義を分かったかと思いますので、必要な設備ですね、シャッターとか門扉、これもね、分かったと思います。今回お話したのは不要でやらないでほしいという外交をね、ご紹介させていただきましたので、このあたり皆さん覚えておいていただけたら参考にすごくなるのかなと思いましたので、実例も交えてご紹介をさせていただきました。はい、ということでね、本日はクローズ外交で絶対にやってはいけないこと5選というテーマでお話をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。最後にはね、参考になるように実例も交えてご紹介をさせていただきましたので、皆さんにクローズ外交の定義っていうのがしっかり伝わったのかなと思います。なので今日の内容を生かして、満足のいくクローズ外交を作っていただけたらと思います。また今日の話を聞いて分かんないことが質問あれば、どしどしコメント欄の方で受け付けてますのでお待ちしております。今日の動画がいいなと思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。今日はクローズ外交について解説をしましたが、普段はね、外交の予算とかデザインとか設計とかね、踏まえてトータルで外交についてね、網羅できるようにご紹介をしてますので、こういった有益な動画を見逃したくないという方、今のうちにチャンネル登録の方もお願いします。他にも概要欄の方に公式 LINE のリンクが貼ってあります。登録していただきますと豪華大特典をプレゼントしています。まず一つ目はオリジナル施工事例集全90ページの大ボリュームの特典となっております。二つ目は基礎商品特集全80ページの初心者必見特典となっております。三つ目は特選商品特集、四つ目外交チェックシート全35項目、5つ目は登録者限定動画のプレゼント、他にも動画でお話していないような内容もこっそり公式 LINE ではお話ししてますので、見逃したくない方は今のうちに LINE 登録をお願いします。またこのチャンネルでは失敗しない後悔しないための外交作りについて情報を発信しております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。